はい、皆さん、こんにちは。直道です。まあ、え、まあ、こんにちはっていうかね。まあ、私は起きてすぐ撮ったっていう感じなんですけども。まあ、おはようございますっていう感じではあるんですけど。まあ、それは、まあ、いいとしてね。まあ、今回の動画はですね。まあ、今月13日にね。まあ、 撮ろうとしたんですけど、まあ、結局、まあ、撮れなかった動画がありまして、まあ、撮れなかったっていうよりかはね、撮ったんですけど、えー、声が入っていなかったと、いうことで、撮り直すっていうことも考えたんですけど、えー、そっからね、 まあ、また新たな情報っていうのがいろいろ、まあ、出てきたっていうことでね。その、まあ、放送しようとした内容と、それらっていうことをね、えまとめてお送りしたいかなと思っていますと。えまず放送した内容の方から、まあ、いってみようかなと。思うんですけども。 えー、それっていうのがですね、まあ、小室系の、まあ、過去というか、まあ、いかに、その、まあ、小室系が皇室に、まあ、ふさわしくないかっていうことをね、まあ、皇室の人間にふさわしくないかっていうことをね、まあ、その、まあ、 いろいろなデータを使ってね。まあ、あれしたんですけども。まあ、データっていうかもう、過去の経歴ですよね。を使ってっていう感じなんですけど。えー、これね。これがね、まさかね、新しく入ってきた情報に、つながるっていうのは、 どうも考えらんなかったっていうか、あんまり考えたくなかったことなんですけど、うーん。だから、これ撮ってたときは、新しく入ってきた情報に、まあ、つながんないことを祈って撮ったんですけど、 まさかの、つながっちゃいましたねー。うーん。なんかもう、人間性が人間性だからなんかもう、そういう危険性とかも、あるんじゃねえかなっていう。危惧していたんですけども、うん、っていう、そういうイメージですよ。もう。 いやーねえ。うーんまあ、ま,あま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 あ。で、まあ、その内容っていうのがですね。ええー、まあ、小室圭の、まあ、 過去の話になるんですけど。まあね、これも人間性的に疑いたくなるようなね、問題で。まあ別にね、その、ね、女性変歴があるとかはね、別にいいんですよ。個人の自由だし、そこは。そこ自体は。いろんな女を特会引っかいとか、 そこ自体は別に問題ないんですよ。で、そういう人間って別にね、その特会非回っていうよりかはね、中にはね、そうまあ特会非回っていう単語はあんまり親しくなくて。 まあ、家庭の事情で、親が反対したから、やむを得なく、結果としてそうなってしまったっていう人もいるんで、そこは一概にも言えない部分があるんで、まあ、クズだな、とは言えないし、っていうのがあるんですよ。なんですけど、 えー、小室圭さんに関して言うとですねこれどうも、えー、彼が大学行ってた時はその別にそういう事情とかもなくていろんな女とくっついてでしかもねお金に余力がありそうな家柄の女性にね まあ、言ってたと。そう。付き合ってたと。まあ、どう考えてもお金じゃないですか。ね。えー、っていうのと、ね。えー、で、別れ、そう。 女性と別れるときも結構最低なんですよね。これ見てみると、要は、えー、簡単に言うと、ええー、まあ別に成功為自体は別にね、その相手の、お互いの合意であればっていうことなんですけど、その強制、 妊娠というものを行ったと。要は、強制的に妊娠をさせると。だから強制ということは、相手の合意を得られてないということで、それもうレイプじゃないですか。それはもう犯罪ですよね。うーん。もう。 不助暴行って言われてもおかしくないし、もうそれは。で、そう女の子にクレジットカードをよこせって。もうそれクズの極みじゃないの。で、そういうことをっ言ってる人が、ね。 そういうことを言って、そういうことをやってる人間が、大人になったらもうしませんっていうのは、ま、あ、千パーセント考えられませんよね。そりゃそうですよ。俺だってそんなこと、ね。 たろま正しの、もう薬はやりませんって、誰が信じるのっていうね。あの、たろま正しがね、こんなことを言ってるんですよ。こんな名言を残してるんですよ。ね。まあ迷うかもどうかわかんないですけど、私は、麻薬をもう二度とやらないと言ってる人間は信用できない。 今日は我慢しようと。今日はやめると言ってる人間の方がよっぽど信用できると。なぜかと。そんなもう二度とやらないっていう。そこまで人間の精神っていうのは強くないんだと。 ああ、確かになあ、っていう。一度そういうことをやって味を占めた人間って、まあ確かに、まあ、並大抵のことではね、まあ、二度とやんないっていうふうにはならないと。また繰り返してしまう。 これが人間のね、精神力、弱さっていうかね。っていうことなんですよね。じゃあ、っていうことでですよ。ね、えー、まあ僕がね、その、さっき言った、き じゃあ、その、女性変歴とと、ね、今回のニュースが関係してくるのかなで一番危惧してくったことって、この時点で、その時点で、一番危惧してたけど実現してしまったことって何かって言ったらですよ。で、そういう人間だからこそ、ね、まあ、私なんかはね、その、まあ、いっは、ギャルゲー博士とか呼ばれて、まあ、 天狗になってた時期ありましたけどそういうギャルゲー博士の私だからこそね考えられるストーリーっていうのが、えー、ありました、えー、今後のそれはまあ今後のっていうかもう実行しちゃってますけども、えー、小室家の考えられるストーリーと。 いうことですね。えー、まあ、その13日の時点で、まあ、考えたストーリーっていうことですね。まあ、小室圭さんと、まあ、眞子さん、ま様、まあ、眞ま。あ、その時点ではまだそんなにね、ねえー、結婚だとどうだ、 結婚っていう話はしてましたけどもその性行為に関してはクリアだったというふうに考えてはいたんですよ。で本格的にっていうふうに話になった時に、まあ、イメージの中でですよ。 で、初めてそこで、そのね、本格的な調教をし始めて、で、中から皇室を操り始めるっていう風になっちゃうのかなーなんて思ったんですけど、どうやらね、新し,新しく入ってきた 情報によるとですね、どうやらすでに、その、動かし始めているらしいということなんですよね。つまり、あの結婚話っていうこと自体が、もうすでに、小室家が、要は、 調教して、で、その結果、結婚しますって言わざるを得ないっていうか、言わされてるっていう風になっているんじゃないか。というのが、えー、まあいろんなメディア、まあ週刊誌の見方なんですね。まあ、なるほどと。 うん。まあ、ね。で、そうなってくると、ね。えー、今後のビジョンとして、っていうことで、言うと、まあ、まこさまを代わり、皮切りとして、まあ、もしかしたら、愛子コさまにも行くのかな。飛び引きするんだろうな。 とか、貴子様だったりとか、まあ、もしかしたら皇后陛下にも行くのかなもう、皇族全体の女性に飛び火するっていう風になってって、もう、皇族は、もう崩壊ですよね。そうなってくると。っていう、最悪なシナリオ感、 がいてはいたんですけど、どうやらもうね、えー、そうなる一歩前の段階のステージに入っちゃってるという情報が入ってるんですよ。要は、その一歩前の段階っていうのは、まあ、まこさまが、もうその性奴隷になっちゃってると。 もう。要はもう、えアダルトビデオ業界で言うと、ね、えーザーメンタンクだとか、ね、えメス豚奴隷だとか、そういう風になっちゃってると。あんまり想像したくないな想像し、はぁ。 まあ,まあ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 ね我々一国民としてねあんまり想像したくないんですけどうんまあそういうギャルゲー博士からしてみるとまあ小室系のその過去の経歴っていうことを見るとまあ十分に やる可能性は、まあ、あったし、とは言ってもなんか、あれはただのフィクションだからそんなことはしないだろうって、そんなことはない。だって、あのー、よくよく考えてみると、そういうゲームの、まあ、 ああいう、ね、国家原始を、ね、えー、要は性行為で堕落させてっていうような作品の主人公って、よくよく考えてみると、うーん、まあ、言っていいのかなこれもう、ほとんど同じような感じなんですよ。 まあ女性遍歴があるかどうかっていうのは別としてもその支配欲っていうことだったりとかそういうまあなんでしょうねなんかもうまあ支配欲もあるだろうし まあ、名誉欲。まあ、もう、それが名誉につながるかどうかっていうのは、まあ、考えてない。で、もう、とにかく、もう、出世したいんだと。なんちゃうよくないわ,わかんないけど、まあ、そういう。まあ、出世欲。出世欲なのかなうーん、っていうのが、まあ、 めちゃくちゃ強いと。いう人間が、そういうふうに国家元首とかを、いやまあ、ディープして、で、それで調教して、で、残ンタンクにして、堕落させて、国を滅ぼすっていう作品は、まあ、いっぱい見てきますよね。私自身。うん。だから、 日本もそうなってしまうっていうのが一番考えた最悪のケースなんですけど。で、いや、日本、国会があるから、問題ないじゃんと思うんですけど、今の、ね、えー、体制で、 どうにかできるっていうことでは、まあないですね。だって、私が先ほど挙げたゲームっていうのは、あくまでも、元々の国が、の体制がしっかりしていた国でも、そうなっちゃうと。いうのが前提なんで、今の国の体制、 まあ、しっかりしてるわけじゃないのに、どうしてこれで国が滅びないっていうことがあるのっていうね、同じようなことになって。いや、別に脅しいとかじゃないですよ。エロゲイを見、エロゲーをやってての、その見解っていう、まあ、その目線から見ての今の現状っていうことを、 見たっていう感じなんで眞子さまが今そういう風になっちゃってる以上まあただのザーメンタンクになってる以上まあ言い方はちょっとあれですけど。 まあそこからで、まあ、小室圭がいろんなところにシャシャリ出てきても、まあおかしくはないですね。で、今後どうなるのか。まあなんとなくの予想はついてるけど、まだそうなるかどうかっていうのはまあ、 まあ、レールは進み始めちゃってるからね。一応ね、まあ、皆さんにね、その予想っていうのを、僕、あくまでこれ予想、僕の予想ですけどね、その、まあ、お伝えしようかなと思っているのが、ね、えー、その段階からの、えコ、ー、子様とか、まあ、愛子様に、 飛びひるんするんじゃないかなっていう。天皇、天皇皇后という立場に近近いけど、ね、えー、それほど近くないという立場。だ皇族の、皇族の中でも、 え次の皇后っていうのに近いのは紀子様じゃないですか。で、そういうところからの、まあ、足固めをしていくっていうことですよね。そしたら、今後どうなっていくかって言ったら、下手をすると、ね、えー、 そういうのが連続し,していくと、ね、もしかしたら皇族の中で、ね、実写者が出るかもわからない。それぐらいの、ね、えー、ま、事態に発展しかねないんですよね。まあ、これなんでかって言ったらですね、今現状で、そう、先ほどね、 その、まあ、ま、まこさまが座面タックになってしまったと。いうことに。そう。まあ、そういう情報が出てきたと。いう話をしたんですけども。で、その、調教されてる DVD。ね。一番最悪なことに。ね。小室圭から郵送で。ね。 ええー、もう、見ろってご指名受けたのが、ね、秋篠宮殿下なんですよ。配下の人、警備の人は、まあ、一切見てないんですけど、ただ、何を見、させられたのかはわからないと。 いうことで警備、人のこと、話ですと、ただ、ね、何を見させられたのかはわからないけども、ね、えー、その DVD を見てる時の、殿下は、うわーって言ってるのが、えー、 殿下の部屋から聞こえてきたと。いう情報もできてますんで。まあね、これは、まあ地獄ですよね、これは。これね。そう。大事な人とかって身近にいない。 かわかんない、うん。っていう人も中にはまあいるかもわかんないですけどうん、想像してみてくださいよ。だってそういう人間がねその、まあ私はね、そういう人間がいないんで、まだマシなんですけど、想像した結果、やっぱ、うわーってなりますよ、そりゃ。 うんで、しかも相手が、ね、皇族の方ですからね、うわーっていうか、あんまり想像したくなかったけど、最悪のことが起きちゃった。うわーみたいな。で、これはですね、じゃあなんで逮捕しないんだと。 いう話になるじゃないですか。これ扱い的にはその刑事的なものっていうよりかは民事的なものになってしまうんでん、まあ、民事だと裁判所行ってねっていうことになってしまうんですよ。 なんで、何かしらの裁判を起こさないと、っていう話になるんですが、まあ、どうしようもないっていう話になるんですが、だから、いずれにせよ、現段階では逮捕できないんですよ。で、 逮捕できないっていう状況が続いて、この状態で行くと、気づいたら、皇族の歴史が終わって、小室家絶対復讐の時代、小室家に絶対復讐の時代っていうのが、 まあ、聞かねないっていうことなんですよ。でも先ほどのね、うわーっていう声と一緒に、そう、秋篠宮殿下がおっしゃったのが、要は、真子が奴隷になってしまったと。 で、久人も、要は、人辞りになってると。マジかーって、もう、最悪のシナリオのケース、そのまんまだ俺のって。 で、その久人殿下、その久し、その久人様っていうのが、今、どういう情報が入ってるかっていうと、自分が天皇になるとは微人も持ってなくて、自分の前に、なんか、まあ、愛子様が、皇后陛下になる。 で、自分はその摂政なんだと。いうふうに思っているということなんですよね。で、紀子様が、さしたわかる女性っていうのはね、天皇には不適格なのよ。 だから、摂生が、神話なんだよ。わかりました、お母様だから、だったら僕が、摂生になって、愛子様を支えなきゃいけないんですねみたいなことを言ったそうなんですよね。うんね。まあ、そういう状況ですから、 うんまあ警備の人っていうのはやっぱりうんまあ小室圭のヌの手から愛子さまを守らなければいけない。でまあないとは思うんですけど 万が一にも、万が一にもですよ。ま、うん、子さまが皇后になるようなことが起きてしまったら、まあないとは思うんですけど、もうそれこそもう小室家の派遣ですよ、もう。もう皇族、皇室内でも好き勝手やり放題。 もういろんなとこで、ね、えー、調教し放題、皇室という立場を、もう地に落とし得るようなことをし始めますよ、これもう。うん。っていうようなことね。まあ。 考えられる最悪のケースかなっていうあのー、そういう国へ侵略する系のエロゲーっていうのをねいっぱいやってきた人だったらねまあわかりますよね。 だから、本当はねこんなーん言ってる場合こんな動画撮ってる場合じゃないんだけどね本当はだけど一番は国民のみんなにお伝えしなきゃば。